よっこいせっと。みっともないとこ見せちゃったわね。誰が、こんな高い特級酒、酒の味もわからないガキにはあげらんないわ。何一丁前な口聞いてんの？あんたなんかに私の気持ちは理解できないわ。そうね。いつか覚める夢だからでしょ。どうしてそう思うのよ。マリモは親友よ。あんたならなれるっていうわけ？あんたならいざって時に私が頼れる人間になれるっていうわけ？言うじゃない。白金、もっと近づきなさいよ。これが特級酒の味。子供に酒は100年早いの。これはキスの味。あんたでもいいわ。どうでもいいって言ったのよ。ルールとかモラルってね、その中でしか生きられない弱い人たちのためにあるものなのよ。実は3年前からラグランジュ店で移民用の宇宙船団が建造されていたのよ。あ？それに乗って太陽系外に脱出するんだって。え、脱出ってどこに？蛇使い座のバーナード星系にある適合度 AA の地球型惑星、
距離は約 5.9 光年、約55兆8140億キロメートルの彼方ね。地球型惑星 5.9 光年って一体どうして？私のプランが失敗した時のために別のプランが進んでいたのよ。別のプラン？オルタネイティブ5という名の地球の歴史に終止符を打つ計画がとうとう始動したのよ。そんな。脱出できるのは多く見積もっても十数万人がいいところでしょうね。後の人たちは？地球に置き去り。そんなバカな。たった十数万人？なんとかならないんですか？本日付でオルタネイティブ4は破棄、5に接収。私もお前もお前たちも明日からの居場所は知れたものじゃない。なんですかそのオルタネイティブ4って。そんなこと聞いてどうするの？どうするって。私をもっとめちゃくちゃにしてよ。そうしたら口滑らすかもよ。もう、タケルちゃんお酒なんか飲んで。いつになったら帰ってくるの？帰っておいでよ。207小隊所属の全訓練兵に次ぐ、至急7号教室へ集合せよ。繰り返す。207小隊所属の全訓練兵に次ぐ。